は本当に貴重な休日にここに集まってくださりありがとうございます。今日は記念すべきファーストミニアルバム発売の日ということで CD について少し話したいなと思います。このように一人でライブをするのも初めてなので、このようにいっぱい集まってくれてとても嬉しいです。 CD が今回は今までと全く変わり、今まで弾き語りスタイルだったものがガラッと変わり、今回はバンド、全曲バンドスタイル、バンドサウンドになっております。トミーさんという編曲家の方が素敵なアレンジをしてくださり、テレコーディングを経てすごく今回はやっぱりバンドサウンドなので今までと違うっていうことで大変な面もたくさんあり、レコーディングもすごく苦戦して、みんなにアドバイスをもらいながら、皆さんのサポートがありながら、やっと完成したアルバムです。ありがとうございます。なのですごい苦戦した分、思い入れのある曲たちになりました。なので今日はぜひ手に取って買って帰っていただけたらなと思います。はい。ヨッピーだよー。かわいい声が聞こえる。はい、次の曲は今の私の気持ちをストレートに書いた曲です。音楽をしてると落ち込むことや人と比べてしまうことがたくさんあるのですが、今日のように皆さんが来てくれるから、そしてまだまだ歌いたいという気持ちがあるので、私はまだ歌っていきたいなと思います。気持ちを込めて歌います。この声で